垂水鉄道の揖斐川橋梁ところまで来てますね。今堤防を登っておったら列車が本当に今行ってしまったばっかり、残念ですね。また1時間待たなければ来ないということです。この場所は鉄橋が3本並んでるんですね。これが垂水線の揖斐川橋梁、そしてその奥なんですが、こう奥に2本あります。真ん中のやつが有形文化財の鉄橋なんですね。一番奥は JR です。今日はその、ね、文化財のやつを見に行こうかなと思っておるわけですね。雪が降ってから少し晴れたので、このこちらの方面ですね、大垣方面に綺麗なね雪晴れの伊吹山が見えるだろうという、そういう魂胆で来たんですが、全く曇ってますね。こちらは根尾方面、ぐるっと回りましてね、この岐阜方面は晴れてるんですよね。真ん中が金華山、今この右側ですね、この垂水鉄道の鉄橋を渡って左へカーブしていく、坂ですね。これは蒸気機関車が走った時代は有名撮影になった場所なんですね。この揖斐川橋梁も本当に立派な橋でしてね、デザイン的にもレトロでいつもかっこいいなと思って見ている橋ですね。先ほどのね、揖斐川橋梁横から見ますとこんな感じですね。雪が降りましたし、この瓦を吹く風というのはもう本当冷たいですね。雪下ろしと言われてますけども、この伊吹山からね、三河湾の方にね、風が流れるんですけど、本当に寒くて、この揖斐川ですね、根尾川、川を渡るたびにだんだんこの積雪が増していくんですね。そして関ヶ原現在見ておるのがね、これ JR 線なんですけど、前方から岐阜方面からですね、大垣行きの列車が今向かってきますね。そしてこの鉄橋を渡ります。この鉄橋の奥ですね、何かその木の板が張ってあるんですが、もう一本鉄橋があるんですね。それが文化財の古いものなんですけども、どうも塗装工事をやっておるようで、こちら側からは、ね、入れませんので、この川を、ね、渡りまして大垣方面から様子を見てみたいと思いますね。今はね、自動車で揖斐川を渡ってきましたですね。そして、先ほどの JR 鉄橋右手ですね。そしてここにトンネルがあって左手ですね、こちらは大垣駅の方面になってるんですね。で、ちょっとこれ寄ってみますけどね、こういうものですね。東海道線はね、なんといっても明治期の
工事ですから、古いものがね、古い施工のままのものがいろんなところに残っているんですけど、この大垣からね、小積ぐらいですかねの間、まあ、もちろん岐阜周辺木曽川までこういうものあるんですけど、特に、こいつはですね文化財になってるものじゃないかと思いますね。なんか書いてないかな。なんだ、まずお願いとありますね。なんだ、衝突時はすぐに連絡してくれということですね。つまりこの、これはね、自動車はね通れないと思いますね。まあとにかく通路なんですけど、明治時代に作ったこの何て言いますかね、螺旋状にこのレンガを配置する形式のトンネルなんですね。まあどうでしょうかね、自転車と人ぐらいですね。これは車は入っちゃいけないと思います。通ってますね。そうですね、高さ2メートルあるかどうかですかね。夜間は電球がまあつくだろうということですね。なんかこうあれですね、この異世界へ抜けていくトンネルというような感じがしますね。ちょっとまずじゃあとりあえず反対側へ行ってみますけど、これで東海道線をくぐりまして、神社の境内ですね。神社の境内がありまして、ちょっとランニングをしておられたということなんですが、再び東海道線と、もう一回入りますね。こちらの入り口のがね、この螺旋状にねじったあの何て言いますか、雰囲気がねよくわかるんじゃないでしょうか。まあ本当に特殊な造形といえますね。この辺のねじれ方っていうのはちょっとすごいなっていう。先ほどのね、レンガ螺旋ねじれ、トンネルですね、そのまたすぐ隣にやはりレンガ状のトンネルがありますですね。ここはですね、すぐ裏が東大垣駅です。垂水鉄道ですね、そこにありまして、なんかプレートがあるんですけど、これはまあそう特に古い設備ではなさそうですね。やはり桁に注意なんですが、これ先ほどのはね、170センチぐらいあったんですけど、今度160センチですね。これはちょっと大人でもね、背の高い人はしゃがんで通らなければならないものですね。でこのトンネルは螺旋状ではないです。まあ、普通の工事となっておりますね。中で喋るとね、声がこもるというのはやっぱりさすがトンネルという。結構こういうなんていうのかな、泥なんかも落ちてきてますね。お、あれ明るいぞ。露出がこんな風で、あ、電車かな。まあね、その上で列車が
通ったということでして、高さ 1.6 メートルということですね。はい、こちらもね、東海道線の下ですね、くぐるトンネル、ここは 1.8 メートルで、軽自動車なら通れます。そして、レンガによる施工となっておるんですけど、レンガの配列はね、ねじってはありませんね。あのねじって、レンガを埋める方式は明治時代ね、イギリスから来た手法と言われてますが、落下しないね、強度を増すためだと言われてますね。はい、ようやくやってきました。国定の指定文化財ですね、揖斐川橋梁となっておりますね。明治時代にできました鉄橋で、東海道線のね、鉄橋として使われましたが、まあ、現在は歩道となっておりますね。今改修工事をやってますんで、向こう側からね、反対の岸から順番に色を塗っているということです。そして、右手には東海道線ですね、先ほどから列車が行き来しているということ。そして左手ですね、こちらは先ほどのね、垂水鉄道となりまして、この右側のね、橋は3本ですね、このように並んでおるということになるわけですね。今ね、橋の真ん中ぐらいまで来ましたかね。向こう側の橋はね、今反対側ですけど、反対出入り口は、まあ、塗装しておる工事のためにね、出入り禁止となってますので、まあ、途中まで行って折り返すという、ね、ことになります。この橋のね、タイプなんですけど、隣のね、これ JR の橋ですね。この鉄骨の組み方ですね、これとこの明治時代のこれですね、これとそして一番向こう側のこれですね。あ、今ちょうどいいところにね、モレラ号が坂を登ってきましたですね。やってきたぞと、橋を渡るので見てみましょうね。私はね、橋の専門家ではありませんけども、これら3つの橋はみんなね、それぞれそのなんて言いますかね、この組み方が違うと言いますかね、鉄骨の支え方が違うと言いますか、専門的な、ね、業界の方にとってはこの3つの橋が並んでいるのはね、非常に勉強になる材料だというふうに言われておるそうですね。まあ、側面から見ますとね、こんな感じですね。後ろにあります JR のね、鉄橋と比べるとかなり背は低いです。まあ、昔ね、蒸気機関車で東海道線をね、通した最初の当時にね、使っていたものだということですよね。橋の向こうに、ちょこんとあるのが伊吹山ですね、左手です。そしてこの坂ですね、これを降りていって、大垣の市内に入っていくということですね。まあ今日はね、残念ながら曇りまして、
雪晴れのね雪山をまあ見ることはできなかったということですね。この坂はね、東大垣駅から揖斐川を渡るね鉄橋まで垂水鉄道が登ってくるところですね。昭和の40年代ぐらいですかね、垂水線にまだ蒸気機関車がありました。 C11 か56かどっちかだと思いますけどね、まあそれがここを登ってきましてね、そしてこの鉄橋を渡っていくところですね。ここが有名撮影ポイントだったわけですね。そしてその向こうに、まあ、橋が2つあるということですが、まあね、3本が近くに並んでいるように見えますけどね、実はこの間ね結構間隔は空いているんですね。先ほどのね、文化財の橋のすぐ隣ですけど、やはりレンガのね今度はダブルトンネルがありましたですね。なかなかそこら中にあるものですから見落としやすいんですけど、このダブルトンネルは片っぽが一車、そしてもう片っぽはね用水なんですよ。これはね、まあ、おそらく農業用水用ですね。そちらの方にもレンガトンネルがあると。